せーの、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。3月3日は姫祭りがやってまいりますけれども、ね、歌舞伎町ひな祭り、これね、桃のセックスとも言われてるんです。下ネタやめてくださいよ。知ってますか？これノルウェーの人形祭りが由来になってるんですよ。へえ、それ聞いたことなかったです。そうでしょうね。今勝手に思ってても言うただけですからね。嘘もやめてください。屋根より高い鯉のぼり。それはひな祭りの歌とこれめっちゃ明るいでしょ、これね。ひな祭りは子供たちの歌ですよ。今日は楽しいひな祭り、暗いひな祭り。それは歌い手方の問題で、ええ歌だ。僕ね、ひな祭りの実写版を考えましたよ。え、実写版って何？お姫様が石原さとみ、うん、あ、そういうことね。お代理様は？お代理様はわし。すいません、もう殺しときますわ。今日は楽しいひな祭り。もうやめん。ありがとうございました。